こんにちは、基盤インターナショナルの長谷川です。今回はクイズクリエイターのオンラインセミナーです。クイズクリエイターの簡単な使い方、どんな問題ができるのか、そしてその問題をどのように作るのかを簡単に説明していきたいと思います。よろしくお願いします。さて、まずクイズクリエイターを使うと e ラーニングの国際標準規格にのっとったクイズが非常に簡単に作ることができるようになります。皆さんの e ラーニングも実際に自分で作ったコンテンツなどを達成度を測るためにこのクイズクリエイターを使うことでどの程度学習が進んでいるのか、理解が進んでいるのかをチェックすることができるようになります。さて、それでは実際にクイズクリエイターの使い方を見ていきたいと思います。まずこちらにサンプルの問題をいくつか作ってあります。実際にクイズクリエイターで作った問題がどのように表示されるのかを見ていきましょう。まずこのプレビューというところから全体のプレビューを選ぶと現在作成した問題のプレビューすることができます。実際にいくつか問題を解いてみたいと思います。まずこの問題は正誤問題なので正しいか正しくないかを選ぶ形式になっています。そして片方を選択して提出ボタンを押すと正解不正解と解説が現れるようになっています。ここに正解ですと書いてあってここに解説部分が出ています。で、次の問題は個人情報はどの程度の期間継続して利用すると保有個人データという扱いになるでしょうかという問題で4つの中から1つを選ぶ単一選択式の問題になっています。こちらも正解というふうにと解説が出ています。また複数選択、正しいものをすべて選べという複数選択の問題を作ることもできます。この場合は2つ以上のものをクリックして提出をすると正解不正解が出るようになっています。また組み合わせ問題ではこのようにドラッグ&ドロップでこのようにくっつけていくといったような並べ替えができるようになっています。またこのように記入問題もできるようになっています。この提出ボタンを押すと正解不正解がすぐ出ますが、この次へボタンを選択していくと回答を記録しながら次へ進んでいくといったことができます。こちらは穴埋め問題です。間違ってしまった場合は1回外して別のものを試すことができます。はい、これでこの部分に次へが出なくなりました。全部の問題が終了しましたので提出して結果を見てみたいと思います。はい、合格といった形でこのように問題を解いて成績が出て合格か不合格かが判定されるようになっています。